姿だな、オメガ。あれはデュークモンの気配を感じたはずだが、最初に会うのがお前だとは思わなかったぞ、デュークトモン。デジモンだけでなく人間の子供まで引き連れて、オメガ、最後の聖騎士の名が泣くぞ。オメガモン、貴様、ロイヤル。あのデジモンもロイヤルナイツなの？だったら、説得だと？オメガモン、このような人間に加担するとは、貴様、デフトモン、お前はイグドラシルの意志を自分の都合のいいように境界しているに過ぎない。人間世界を滅ぼす。本当にそれしか道はないのか。やはり貴様合わぬな。我は我のやり方でイグドラシルの意志を成し遂げる。すべてねじ曲げられたイグドラシルの意志を正すために私はここに来た。私は私のやり方でお前たちを止める。それができるのか。すべてはこちらの計画通りに進んでいるというのに。計画通り？それじゃ、ロードナイトモンはこの世界にこれこそ。デュフトモン、お前はデュナスモン。崇高なる意志を邪魔する。やめてよ。あんただってロイヤルナイトを押して仲間同士で争う必要があるの？人間風情よ。それ以上、人間とかデジモンとかそんなの関係ない。私たちはもっと分かり合えるはずだよ。人間とデジモンは一緒に生きていて。死に急ぐか。そこまでだ、ドゥフトモン。貴様、その娘の言葉一理ある。デュークのデジタルワールドがイーターに食い荒らす。無論、片時も忘れたことなどない。よかろう、ここは引いてやる。ロイヤルだが、我らは計画を止めることはない。それじゃやっぱりデジ、全てイーターに食い尽くされた。状況はもはや、そんなオメガモンが言ってた通りになってるの？我らロイヤルナイツはデジタルワールドからイーターを排除するために戦い続け、イーター発生の原因となった人間に対しての、だからこそ彼らは必要なまでに人間、イーターと人間を一掃。デュフトモンと彼に賛同するロイヤルナ、どれくらいの数のロイヤルナ？少なくとも半数以上だ。迷いがある者も、無論お前たち次第だが。そう来なくてはな。次元の扉が閉じたことでデジタルワールドからのエネルギー供給はおそらくデュフトモンたちがすぐに動くことはないだろう。
どこか彼らが本格的に動き出す前に残りのロイヤルナイツを探し出し対処せねば。でもさ、ドゥフトモンに従うデジモンとは戦わなきゃいけないんだ。しかし、できる限り説得は続けよう。そうだな、憎しみにのみ囚われていては選ぶべき。私も君が言っていた。うん、ありがとう。さて、引き続き他のロイヤルナイツの反応は各地に散らばっている。デューグモンもいてくる。オッケー、そんじゃ頼んだ。私たちも誰か見つけたら連絡するね。
兄のユーゴです。私は今まで兄の世話をしていてもあまり悲しく、どんなに話しかけても触っても反応が返ってきたことはありませんでしたけど、それが当たり前になってしまっていたんです。でもこの間あなたから兄の言葉を聞いて悲しくなりました。何も喋らずこうして寝ている兄が普通じゃないんだって改めて気づいてしまって、私はエデンを守るため、そして何より兄を救うため、それにあなた助けてくれた俺まだできてませんから、今度は付き合わせてしまってすみませんでした。よかったらどんなの。そうでしたか。あの山品さんが錯乱状態で入院ですか。わかりました。山品さんの病室はロビーの受付で確認できるはずです。行ってみましょう。
誰だお前は。ここにいましたか。何なんだ君たちは。一度裏切った私に何の用。8年前何かがあった。覚えてない。思い出したくない。思い出せない。大丈夫ですか山品さん。私は上城の関係者です。あなたのお役に立てることがきっと。上城。そうだ、私はそこで。そこの研究所。地下の。頼む、私を研究所に。六本木地下施設に連れて行ってくれ。なぜあの場所へ。行かなければ、あそこで私は。行かなければ、行かなければ、行ってみるしかなさす。研究所に着き。そうだ、ここだ。何かを。精神データ。そうだ、そう。精神のデータか。エデンのシステムの基盤と。私だけじゃない。私の他にもだ。スエドウ、スエドウだ。私はあいつに記憶を。記憶。記憶を奪われた。スエドウさんに。私の記憶を取り戻してくれ。この装置を使えばそれができる。もう覚えていないことで苦しむのはたくさんだ。私がオペレートします。山品さん。まず私の精神データを読み込んでくれ。そのコピーデータをハードウェアの仮想記憶領域で実行。ここで記憶にプロテクトを施す。改ざんされたコピーデータをオリジナルデータに上書きすれば記憶は変わる。私は現在の記憶を仮想記憶領域で実行してくれ。そうすれば記憶屋を特定しても。山品さん。これはコピーしたデータがデジタルシフトを起こしてる。プロテクトの除去を阻む何かが。
みんな、よく頑張ったね。
バカな。
大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。記憶が一気に戻ってきたので少し混乱しているが、私の体はずっと本当の記憶と向き、聞かせてください。山品さんの8年前のエデンのベータテスト。ああ、数百人の参加者を招いて実施したエデン運用実験も兼ねたテストプレイだ。当時私が所属していたナイルコープはすでに神代に買収されていてね。ベータテストは私と聖堂が指揮を取ったんだ。テストといっても宣伝も兼ねた体験。まさかあの体験会であんな事故が起こるなんて。ベータテストの最中の参加者の子供たち4人はすぐに意識を取り戻したが、うち1人の少年は最初のエデン症候群の患者になった。その少年というのは。そうか、兄の他に4人もの子供たちが事故に。すまないが覚えていない。記憶の改ざんではなく本当に。私は私たちの作ったエデンが子供の人生を、自分の犯した失敗を直視できず罪の意識で、それを見かねてスエドは私の記憶を。エデンネットワークはベータテストの段階で様々な行政、莫大な金が動いていた。だから誰もこのプロジェクトを止めることはできない。テストは成功した、そう報告するために全てはなかったことに。では、いや、スエドだけは彼らと話を。4人の子供は意識が戻ると口を揃えて奇妙な話。それはまるでおとぎ話に出てくる。多くの研究者は過度のストレスが招いた集団。スエドは違った。彼だけは4人の子供たちの言葉を子供のように目を輝かせてね。そう。ではスエドさんに聞けば。ああ、だが子供たち、彼らも記憶を奪ったというよりも、私と同様暗号。記憶というものは改ざんはできても完全に消すことはって。でもどうしてそん。それはスエドに聞。しかし記憶の封印はスエドが彼らに与えた救いだったと思う。ところで勝手な願いなのは承知の。私の記憶をもう。え、以前の私は仕事にかまけて家族を顧みない父親だった。娘を。でも記憶をなくした私なら優しい父親でいられる。本当にいいんですか？それでこのシステムが改ざんできるのは記憶だけです。いつかまた。君の言う通りだ。私があの症状に見舞われたのは記憶の死。人間の記憶というものは脳だけに存在するわけじゃない。だからこそたとえ頭をいくら押さえつけても、私の目は耳は、人間はそういう風にできている。だが君たちに全てを話したら頼む、もう一度過去の出来事を忘れさせてくれ。これでよかったのでしょうか？私はこれで失礼します。エデン症候群の謎を解くためにもリエさんとスエドーさんを追いかけないと。また連絡します。忙しいところすまんが、お前さんに応援を頼みたくてな。大至急新宿に来てくれないか？てめえこっち来んな。こいつ撃っていいっす。キモいし撃ちますよ。いいっすよね、またよさ。うるせえ、ちょっと待ってろ。
俺たちじゃ手に負えねえ。こいつは完全にお前さんの専門分野だ。頼んだぞ。みんな集中。
だが今のと似たような化け物が地下に。それと実はな、真田の姿をここで見かけたよ。こんな状況で呼び止めることもできなかったが、今のあいつには俺なんかよりお前さんたちの方が必要。よう、久しぶりだな。こんなところで会うなんて、誰かの差し金か？って、冗談だよ、冗談。ところで調子はどうだ？警察や人目を避けながらイーターの調査をしてたんだけどよ、逃亡生活ってのは意外と。ま、泣き言は後だ。イーターに追われてここに逃げ込んだ連中がいる。俺といると指名手配犯のなって言いてえとこだけど、オタクが素直に聞くわけはねえよな。似てるぜ、あいつの真似だろ。オタクが来てくれたのは心強い。
このまま突っ走れ。大したことなかったな。ほら、かかっ
また、ま、くそ、俺にもっと力があれば。
なあ、こいつらに意志ってもんはねえのかな。こいつらの目的は一体な。それは私がお答えします。スエド、てめえふざけんなよ。いつも都合よく現れやがって。この惨状を高みの見物か。観察と分析こそが研究者の責務。私は私の行うべきことをただ粛々と行っているだけです。新田君も興味津々のイーターの研究をね。お前、イーターの目的を知っているのか。やはり興味をお持ちですか。あなたなら多少長くはなりますが、あなたの素直な探求心に敬意を表した。ところで新田君、あなたはなぜ食事。なんだよ急に。食事するのに目的も何もね。食べなきゃ死ぬだろ、生き物なんだから。その通り、食べるのは生きるためなんです。ではなぜ人は生きるのか。そんなもん死にたくねえからだろ。それは生物の本能に感情と論理の火花が乗っているだけです。もっともっと原始的に考えていただく。生物が生きるのは種を保存するため。そのために生物は環境に適応し、その遺伝子を書き換えてきた。すなわち進化です。進化？そのとおり。そしてそれはイーターは捕食したものをデータとして分解吸収し自由に書き換える。これがあなた方もご存知の晩化と呼ばれる現象ですが、イーターの真の能力はバグ化にあらず、彼らの真の能力はそれら吸収したデータを対象を捕食することで自らを書き換え、新たなる生命として生まれ変わる。つまりそれは進化。イーターは捕食を繰り返しながら進化し続けているのです。イーターも進化するために食べてるっつうのか。そうです。
イーターにとって生きることとは進化すること、進化し続けることなのに、なんとも素晴らしいの。イーターにとってはそれがたとえ人間が幾世層を経て進化のためにイーターに次元の壁を食わせたってのか。確かに私は岸辺さんに協力していました。当面の目的はいいですが、私と岸辺さんが目的を同じくしていたのは次元の壁の崩壊まで。あ、岸辺さんは次元の扉を、私は壁の方がしっくりくるんですよね。意味的には扉でも同じですが。ああ、壁でも扉でもどっちでもいいっつーの。それよりあんたにイーターに次元の壁を進化か。現実世界はデジタルワールドの影響を受け、常時リアルとデジタルの完全なる融合。それが実現、何ができるなんてものじゃ。現実世界を自由自在に改変することも可能です。電脳世界のプログラムを書き換えるように、自分が求める完璧なものが得られるまで何度でも。そいつがあんたの目的か。それってひょっとして人間そのものの進化だったりもするのか。そうですね、新たな力の獲得は進化と呼べるでしょう。新たな力の、成し得たいことがあるのならば力あるものを喰らい自身を書き換えなさい。それ何もせずに現状を嘆くのはただの怠慢ですよ。さあアルタ君、君はどうします、どうしたいんです、どうなりたいんです。俺は、いや、ところでアルタ君、なんだよまだ何か。気をつけた方がいい。ん、進化できないものはいずれ。やあやあ、アルタ君、ようやく進化の岐路に立てたというのに消えた。ご気分はいかが。これはこれ、なんで。ああ、アルタ君、でももう大丈夫です。もうすぐ悲しいことは何もなくなります。シミがなくなる。さあアルタ君、共にこの不完全、そうすれば君の望みも叶うはずです。心配してくれてんだろ。わかるぜ、なんたって長い付き合いだったんだからな、オタクとは。けどでかい宿題が残ってたことを思い出、力が必要なんだ。
さすが新田君、変化を恐れない君の崇高、君こそ新たな進化を遂げる新人類にふさわしい。君が望めば。それは本当に君の京子さん。なんですか、あなたは。邪魔をしないでいただきたい。どうです、あ、プログラムを書き換え、世界の法則を。まだまだ微力ではありますが、すまない、悪いけど俺行くわ。それで後悔はしないの？後悔だろ。もうず、やめておけ。彼の決意は固い。今は。君が今すべきことは何だ？私の助手の。全く意味がわ、君らしい答えではある。今は深追いしても仕方がなさ、極上のコーヒーが我々を待っている。とはいえ、悠長に味わっている時間はないだろうがね。なるほど、そんなことがあったのか。ああ、連絡を取らなかったのは悪かった。私は私で地上に現れたロイヤルナイツの動向を探っていたんだが、思いのほか手こずってしまってね。しかし苦労の甲斐あって、彼らのおおよその位置はつかむことができたよ。今ロイヤルナイツの反応がある箇所は4箇所。おだ、その中で最も明確な反応を示しているのはエグザモン。はロイヤルナイツの中でも屈指の破壊力を持つ。だが今はイーターに侵食され、活動が鈍っているようだ。今は防衛隊がエグザモンを取り囲み動きを監視している。しばらくは彼らに。残りの3つ、渋谷の反応はマグナム、上野の反応はガンクール。今反応があるロイヤルナイツはこのくらいだ。残りの連中はおそらく意図的。さて、次にやるべきことは分かっているな。うん、我々がやるべきことはロイヤルナイツの勢力を少しでも分断すること。可能ならば仲間に引き入れ、そして。どうしたんだ今。ふん、それならいいが、ふぬけていては仕事にならないぞ。よし、久々の一杯だ。ゆっ、しばらく会わない間に。さあ、仕事の時間だ。だ、大丈夫かあんた。口から得体の知れ。やはりこのやりとり。